岐阜県。岐阜県は、日本の中部地方に位置する県で、内陸県の一つ。日本の人口重心中央に位置し、その地形は変化に富んでいる。県庁所在地は、岐阜市。廃藩置県の時、ほぼ旧美の国と旧飛騨国とで構成された。国の境目だった一部村落の分離などの境界変更で一部に、旧越全国、旧品土国、 旧旧国、国伊勢国だった地域も含まれている。北部の飛騨地方の大部分は標高3000メートル級の飛騨山脈をはじめとする山岳地帯で平地は高山盆地など恥ずかしかない。一方、南部の美濃地方は愛知県の伊勢湾沿岸から続く農地平野が広が、低地面積が広い。特に南西部の木曽山線、木曽川、長良川、 伊ビガ合流域とその支流域には水境地帯が広がり、海抜零メートル以下の場所もある。この地域には水害から身を守るための和重と呼ばれる堤防で囲まれた構造あるいはその集落があり、このような岐阜県の地形の特徴を表して、悲惨のお水という言葉で表される。岐阜県の河川は六つの水系からなっている。日田地方北部は日本海へと注ぐ。 神通川水系及び小川水系流域。飛田地方南部は太平洋に注ぐ木曽川水系流域。美濃地方の河川は大部分が太平洋へと流れている。西濃、岐阜、中濃地方と東濃地方北部は木曽川水系流域。東濃地方南部は将来川水系及び矢半川水系流域。旧越全国の部城市白鳥町伊都白地区は 日本海へと流れる崩流川水系流域となっている。各県との県境は、ほとんどが、山地三味役である。ただし、愛知県の尾張地方との県境の大部分を呼び、三重県との県境の一部は、木曽川、長良川、伊比川などの河川となっている。飛騨地方の大部分と美濃地方の一部は、日本海側気候。美濃地方の大部分は、太平洋側気候。 日田地方、美濃地方の各一部は中央高知式気候となっており、標高差も大きいため同じ県内であっても気候差が大きい。県内全域で内陸性気候を合わせ持ち、一部地域は豪雪地帯、特別豪雪地帯でたびたび大雪に見舞われる。標高の高い地帯の西側に当たるために雨雲が発達しやすく、 年平均降水量は1700ミ、mm、リメートルから2500ミ、mm、リメートル程度と比較的多い。冬は乾燥した晴天の日が多く、岐阜県西部では、いぶきおろしという乾燥した冷たい風が吹く。このため、体感温度が北日本並みに一気に低下する日もある。強い冬型の気圧配置になると雪雲が流入し、岐阜県西部で局地的な大雪に見舞われることがある。 美濃地方は低い山に囲まれているということもあって、夏は暑く冬は寒い上、気温の比較差も大きい。特に、東濃の多治見市では、その年の国内最高気温を記録することもある。2007年、平成1年8月16日、埼玉県熊谷市と並び国内の過去最高気温となる摂氏40.9度を記録した。夏季には、内陸性の気候に加え、 ヒートアイランド現象、さらに西風が吹いた際には、近畿地方の熱風が、いぶき山系により、フェーン現象を起こして、さらに気温が上昇するため、高温を記録することが多い。飛田地方は、標高も、高いこともあり、気温は、美濃地方と比べると低いが、高山盆地では、夏季に猛暑日を記録することもある。二千十八年、平成三十年八月六日午後二時二分には、 下ロシでも南部に位置する金山地域旧、マスダ郡金山町のアメダス金山観測所において、高知県四万都市と並ぶ日本国内における最高気温歴代に遺体となる気温摂取41.0度を観測した。ただし、湿度が低いため比較的過ごしやすい。当期は内陸山幹部では気温が低く、特に高山市小川町六馬屋、馬屋は 阿寒帯湿潤気候で、本州では寒い地域の一つとも言われてお、1981年、昭和56年2月28日にはマイナス25.4度を記録するなど低く、摂氏20度以下まで下がる日も多い。主な旧国名は、日田国、美濃国、わずかに、越前国、品野国、伊勢国、尾張国の区域も含む。岐阜の名は、諸説あり。 一説には、織田信長の命名によるとされる。正秀寺の僧侶であった沢彦僧音の案によって、紀山、陰が、州の王朝へと移り変わる時に法王が舞い降りた、山とされ、州の文王はこの山で立ち上がり、蜂の元を築いたの、木と、極夫、学問の祖、孔子が生まれた集落があった、露国の主婦にして、儒学発祥の地の丘を合わせ持つ、岐阜を選定して、 太平と学問の地であれとの意味を込めて命名したと、される。信長後期、大田牛一によると、織田信長が、美の国を攻略した際に、稲葉山の城下の井口をギフト改めたと書かれている。江戸時代中期の終わり藩の記録の、安土創業録、名古屋市放佐文庫書、旧放佐文庫書像、尾張徳川家蔵書、農用史略、別名、農衆史略、 国立公文書館書像にも、信長命名とあり、岐阜市略、長瀬寛八1885年、明治18年は、安土創業録の記述引用して信長が初めて、岐阜と命名したとしている。同時代資料を確認してみても、時継ぐ狂永 A61 年11月10日上に、三州徳川作業大部署へ、沢路早と遊佐か、四岐阜へ下校の次なり、 また、ルイス・フロイスの日本野祖会年報にも、A612 年5月、我らは、岐阜の町に着きたり、人口約一万なるべし、という記述があり、信長命名以前に、岐阜という地名が確認できないことがわかる。他にも、細川領記や多門院日記での岐阜の初見は、A611 年である。一方、井口の地名の方は、3年7月21日、 六角上帝の書状に、納州、井の口。歴代古安、織田信長の書状に、長六七年なお先月納州愛働け、井口近所通り出し。このことから、信長後期にある1568年、永6十一年に、信長が井口を岐阜と改めた以前に、岐阜であった事実は確認できない。岐阜は、信長命名以前に、すでに使用されていたという異論もある。 岐阜市案内、岐阜市教育改編、1915年、大正4年では、一説には、古来、岐阜、器用、木山、木下と書き、明王栄章の頃より、旧期に岐阜と見えたれば、信長の命名にあらずと記載。美の国初旧期、官永章法の作には、稲葉山を木山、佐藤岐阜と呼び、信長が、岐阜、中説、井口、今泉、桑田を合併して、 岐阜と称した年、市、岐阜は古来の字で、信長は岐阜と府の字を使ったと主張されている。ただし、中説今泉は近世地名、江戸時代であり、岐阜を岐阜と別称した文書はない。また、等しく記録、東洋英朝の五六勝利無穴笛ブ明王八年妄下日、時成り寄り画像東洋英朝さんにいずれも岐阜州万里修区の売イ無人に、 企用という国が品質、岸田風流、家ども大挙岐阜日、とあるが、同書物中では、企用とは何かについての具体的な説明はなく、バイカム人造注釈、市北京において、木曽川、木曽川の日、北に位置し、宇沼、岐阜一帯を指すとするが、同書物中には、木曽川となっており、木曽日あるいは木用でないとおかしいし、木曽川としても、 基礎用という表現がないのもおかしいという疑問もある。基礎川、基礎川由来説の最大の問題点は、上和2年の大乗官府に、尾張、美の両国境、砂又川という記述があり、古来は、砂又川と呼ばれていることである。当然、川の名前由来で、寄付器用は、成り立たない。1586年、天正14年6月24日に、 木曽川の大洪水が起こり、古来の稼働が大変化をして、ほぼ現状となったのである。また、信長は、井口を岐阜と改めたとしているのに、万里宗区の売下無人蔵には、能の井口雄将軍員という記述があり、井口を起用としていない。さらに、能の川県、能川手、という記述もあり、川手府を、岐阜起用と呼んでいない。 井口から相当離れたうぬま、鏡ヶ原市東むを井口と一体として寄備と呼ぶのも、無理がある。同書物つ中には、火曜イコール駿河国とする記述もあり、となると、寄与イコール美の国イコール農費という広範囲すぎる、故障となり、やはり、信長が井口を岐阜と改めたという事実と矛盾する。なお、万里修区以前に、五山の学僧に、寄与片秀がおり、道郷は初め刻む。 のちきびと改めた、さぬき国出身であることから、き山んイコール、きよイコールさぬき国を意味するか。納比両国通史1923年、大正12年、安土桃山時代史、昭和14年著者花見にも、寄付命名は、信長い前説を唱えている。安倍英之助の納比両国通史を見ると、英6 4年に、総福寺の開戦国史、正記が、 斉藤義達を、紀業兼大使と呼んだとするが、出典不明であり、永六沙田には、永六三年十二月二十四日、美濃斉藤義達、同国の前科をして、伝統時に寄付せしむ、広で、同国総福寺、正規、改善等、これを行き通り、国外に出本すという記述があり、永六四年の段階で、美濃国外退去になりすでに総福寺の住職ではなく、 憤慨した相手の斉藤義勝を、県大使と褒めたとは疑問である。また、お湯天上日記には、天正九年九月六日、大木町天皇が、全明神事十字回戦、正期に、大通、友勝国師の号を、玉物府、という記述があり、英六四年の段階で国師であったはずがないなど、明らかにおかしな記述である。本件でも、約三万年前に始まる。 後期旧石器時代には、農美平屋北辺部の断球場や大地、日野遺跡、寺大石、椿堂遺跡に、人々が活動していた遺跡が確認されている。他にも、山中の、狭い細根にある遺跡、伊比川町藤橋村徳山寺屋敷遺跡や、低出地の遺跡、日出宮川村宮の全遺跡が確認されている。それらの遺跡から石を割ってできる白片で作った石器。 例えばナイフ型石器、砂器、採石陣、戦闘機など、また調理に使ったと考えられる、歴軍、加工根のある木片などのいろいろな生活用具が使っている。四世紀の中頃には、大和政権の勢力下に入っていた。岐阜県は、両政国の美濃国、十八軍、三十一号と、飛騨国、三軍、十三号の二国で構成されている。 バミオルイ受賞。ミノは、オノ、大宝二年、七百二の焦燥印文書、ヒダは、ハイタ、養老令と書かれた。ヒダの国名の表記法が、ヒダに定着したのは八世紀の前半である。ミノとヒダ国は、東山道に属し、紀内からの本線は、大見、ミ、ノを通り、シナの上野へと向かうから、ミノからヒダへは、東山道の支線であった。この東山道は、古くから利用された。 タケルの征服伝説にも登場する古事記。美の国は日本のほぼ中心として、昔から歴史上で重要な合戦が多く起こっている。古くは大天王子がこの国を拠点に挙兵した人身の乱、672年があり、関ヶ原町の富士古川付近で激戦が行われた。八世紀には国府が樽井町府中に置かれた。国分寺は大垣市、 青野町に、国部山寺は、樽井町平尾にそれぞれ建てられた。一宮は、南宮大社、現、樽井町、宮城となった。中世に入ると、美濃国は、時氏が、飛騨国は、京国氏が主語を務める。戦国時代になると、美濃国は、斎藤道蔵や織田信長の活躍の舞台となり、柴良太郎をして、美濃を制する者は天下を制すはしめている。その後、 徳川家康と石田三成による関ヶ原の戦い、1600年が関ヶ原町、樽井町、大垣市で行われた。平国は姉賀孝治氏が支配し、その後、橋場秀吉に従った金森氏が支配した。江戸時代に入ると、先の関ヶ原の戦いによる、論功交渉などにより、藩の海域、天保などを含めながらも、 美濃国は依然として戦略的に重要な地であり国高も多いことから幕府によりいくつかの小藩分割された。幕府領としては笠松陣屋の美濃軍大が支配した。美濃国内藩としては最大でも大垣藩の十万国のほか、内義藩、岩村藩、郡上藩、高富藩、加納藩、大垣神殿藩や尾張藩不可老の武子氏の今尾藩、 終わり藩分家の高須藩が成立する。美の国外藩としては、終わり藩の十二万国のほか岩木平藩、備中岡田藩が領地を有した。また、旗本智之吉としては、明治東山氏や、後代寄合の竹中詩人屋など複数あった。平国は当初平鉱山藩があったが、原禄期に山林主験や鉱山主験に目をつけた幕府が、藩主の金森氏を、 上山藩に転し、その後は幕府領として鉱山陣屋の飛騨軍隊が支配した。また、律令時代から整備された東山道を元ととして、戦国時代に各地の戦国大名によって整備された道をつなぎ、中山道が整備された。5年ごとに実施される国勢調査の結果、日本の人口重心が決められるが、岐阜県内を東、東京方面に移動中。 2010年、平成22年の国勢調査では、関市、旧、麦郡麦町、富行保付近内となった。ちなみに、日本万真ん中センターというのがある。県南部を中心に、日系ブラジル人やフィリピン人などの外国人が、数多く暮らしている。近年では在日中国人も増えている。特に、美濃加茂市では、人口の1割は、外国人で、 工場などで労働者として働いているケースが多い。1990年、平成2年の入国管理法改正以降、急速に増えていった。彼らの最大の問題は、子供の教育で日本語が理解できないなどのために不修学になる場合もある。ブラジル学校は、県内に数校あるが、大半が無認可である。2008年、平成20年の世界的経済危機を受け、 ブラジル人が母国へ帰国する嘘が少なからずあり、岐阜県は彼らの旅行費用について支援している。近年は中国人に対する日本入国の条件の緩和などにより、主に高山市や白川村など、飛騨地方を中心とする県内の観光地では、外国人観光客が大幅に増えている傾向がある。大垣市ソフトピアジャパン、各務原市、 VR テクノジャパンを設立し、ベンチャー企業の育成を図るなど、IT 産業の育成に力を注いでいる。岐阜市では、戦後、軍服や古着を売る、繊維問屋街ができ、さらに布を仕入れて服を作って売る、アパレル産業が盛んになり、全国的な産地となった。2000年代中頃以降は、東京や名古屋に押されて問屋街は苦戦しており、 ファッションの産地としての生き残りを図るには、岐阜の個性ある特徴を打ち出すのが課題となっている。岐阜市には、一般社団法人岐阜ファッション産業連合会等のファッション産地団体組織があり、定期的にファッションイベントを開催している。県の多くが山岳地のために林業が盛ん。ヒノキの産出量では、国内有数の量で、県内には木材を扱う業者が多い。 また、切り出した木を使用した木工品などの工芸品の生産に力を注いでいる。長良川などの清流が県内を流れているため、県を挙げて日本酒、焼酎の生産の振興に乗り出している。江名市で創業し、田地見市に本部がある、バローホールディングスの子会社である、スーパーマーケットバローが県内に70店舗ある、全国では243店舗。また、 バローホールディングスの子会社であるチューブ薬品が運営する V ドラッグが県内に126店舗存在する全国では358店舗。バローグループは連結売上げレレ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 円を超える岐阜県を代表する流通企業。定期便が飛ぶ空港は県内に存在しない。近隣の空港は名古屋飛行場と中部国際空港、いずれも愛知県。 富山空港、富山県がある。中京広域圏をエリアとし、名古屋市に本社を置く、民放各局、県域局のテレビ愛知を除くおよび NHK 名古屋、E テレ、教育テレビが、本県に中継局を設けている。美野地方西部の大半や東農地方の一部、カニシアトキシーでは、愛知県の県域放送、NHK 名古屋総合テレビ、と、テレビ愛知、 FM f m i 知、ZIP FM, ラジオネオや三重県の県域放送、三重テレ、FM30 が受信可能エリアになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。